夏の壁面飾りの背景としてチョークとパステルを使って夜空に輝く銀河と夏の大三角を描いてみました。背景は群青、手前の山には黒の色画用紙を使っています。黒い四つ切り画用紙を斜めに手で破ります。細い方を重ねて同じ幅になるように破って調節します。真ん中が低くなるように合わせたらセロテープで 2,3 箇所仮止めします。裏返して白っぽく見えるところがあれば破り取ってください。できた山影を台紙より3センチぐらい下にずらします。そして山際を赤っぽいチョークかソフトパステルでなぞります。一旦山影を外し、なぞった線より上に夕焼けの残像に見えるよう色を重ねていきます。このソフトパステルはオイルを含まないもので、今回初めて使用しました。山際の線より上にチョークやソフトパステルの色を重ねていきます。指で下から上に伸ばしグラデーションを作ります。色合いを見ながらこれを繰り返していきます。途中で山影を置いてみて、足りないところは書き足します。山際のグラデーションができたら、図鑑や写真を見ながら、銀河を点々と描いていきます。白を中心に、さまざまな色で点を描いていきました。その点を一旦筆でぼかし、さらにその上から点を描いていきます。だいたい銀河ができたら、小さい星を点々と描きます。夏の大三角の位置を決めて、大きめの丸を描いたら、周りにそれより少し小さい星を描き、指でぐりぐりとぼかします。夏の大三角は強調するために十字に輝きを足しました。チョークやオイルを含まないパステルはこのままでは擦れてしまうので、定着スプレーの代わりにハードタイプのヘアスプレーを全体にかけます。手前に山影をのりで貼り付けると、山際がほんのりグラデーションになって見えます。山の手前に緑系のパステルで葉っぱを描いていきます。その間に黄色のチョークで点を描き、指でぐりぐりとぼかして蛍を表しました。最後に草の上にもスプレーをかけます。スプレーは飛び散るので、必ず周りに養生シートなどを敷いてください。これで出来上がりと思って壁面に貼りましたが、思ったより星の輝きが沈んでしまっています。結局、白の図工クレヨンとオイルパステルで星を描き足しました。銀河は全体の流れをはっきりさせ、ところどころ濃淡をつけました。夏の大三角もなぞって、より輝いて見えるようにしました。画用紙に描くなら、山際のところ以外は、最初からオイルパステルを使うといいです。この上に笹や飾りをつけると、7月の壁面が
いい感じにできそうです。